さあ、どうでしたこんにちは。こんにちは。久々の、なんだっけこれ、誰ハゲショッピング。あ、すいません、なんか間違えた、出だし間違えた。そうだね、もう一回仕返し、テイク2。はい、どうも皆さんこんにちは、誰ハゲショッピングの時間です。イエーイ。今日外だよ。外だね。あったかくなってきてね、ちょっとちょっとね。今日さ、はいはい、俺さ、よく最近この間も千葉イベント行ったじゃん、はあはあ、でイベント行ってさ、毎回困るんだよこれ。ホイールが汚くなるし、下回りがドラ汚くなって。あー、走るとね。そう、イベント会場って水がないんだよ基本的に。え、水持ってってなかったの？持ってってない。だって重たくなるじゃん車。そっち、うん、だから持っててなくて、うん、で、石井さんがフクピカで一生懸命こうやって地味。ここ全部逆にね、あれ汚れるだよ。まあわかる、の汚れるよ、伸びるよ。そう、だから微妙なんだよ。で、気にならん、うん、気になる、どうすんのっていう、うん、それ今日ちょっといい商品があって、でちょっといつものあのショップじゃなくて、今日はギアベストっていうその新しいちょっとショップと契約しまして、ほうほうほう、はい、でそっちのショップの商品なんですよ。ほうほう、はい、それをちょっと今日紹介したいなと思って、でそのショップの方では詳しくは概要欄に書いてあるので見てください。お願いします。で、あの M's ストアでも取り扱うので、紹介した商品はね基本的にそうですね、やるのでぜひ購入してください。はい、お願いします。ということで、じゃあ物をお願いします。来たこれって、何言ってんのこれ、何これみたいなセルモーター、何これみたいな、ちょっとセルモーターっぽいじゃん何これみたいな、これ何でしょう皆さん。これね、すごいだよ。これだけじゃ分かんないから、もう一個持ってこようか。もう一個持ってこようか。だよね、これすごいだよ。あれ段取り悪いね、これ完全段取り悪いね、これ段取り悪いね、これ通報どこ行った、これコード絡まっとると段取り悪いって引いちゃう。あ、悪いね綺麗に巻いたね、ちょっと待ってね段取り悪いんで一旦 CM まだまだまだ CM 終わったよ。 CM 終わったよ。持っとく、あ、持ってきていいよ、うん、じゃあまず、はい、さっきのこれね、でここにホースがあるんだよ、はいはい、透明なホース、うん、そっち何持ってるの隠して、それ何、何これ、これ何、エアホース違うね、が、うわ危ないって、水出るって、危ないって、危ないって水出るってぶっかけるのだった、これにかかれてるって。あ、ごめん、これネタバレしたよ今水が出るだよこれ。そう、これノズルね、ノズル、シャワーノズル、電動シャワーノズル、はい、っていうのかな。これをちょっと持ってもらっていい、いいですよ。これね、ちゃんとね、入るか出るかは書いてあるから、うん、矢印が力出ることね、これ、はいはい、このこれをカチッとここにつけるだけ。まあ家庭でよく使うタイプのホースと一緒ですね、こんだけ。そうで、これさ、はい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 、段取りありな、段取りありな、ちょっと、はいはい、さあ、これなんだけど、どうやって使うの、ここ下、ほら、なにこれ、ここから吸うだよ、これ吸うんだよ、ここから。そう、そう、走って、うん、こんな感じで掴みます。違うだろ、絶対違うだろ。これ こんな感じで吸うだよ、これ。そうそう。もっと吸って、吸って。じゃあ、それがこっちが吸うね。こいつが吸う方で。そう、こいつが吸う方で。じゃあ返したの来たとして。何これ、あれでしょ。水ないやん。今日。あるよ。ある。あった。何？だから海来たんだ。海。これあれでしょ。これこの海に。堤防からこうやって。うん、はい、オッケーってなったら塩水がこれじゃーって車錆びるやん、それ。で、海水の海水で洗うの、車錆びるやないかいって。漁師か、漁師か。じゃあこれ持って、これ持って、持って、海水で洗っちゃかんわ、うん、ってことでちょっと持ってきて、ひんちゃん、ちょっと大きいの、はい、これ、ポリタンク、海水が汲んである。違うわ海水じゃないから、はい、神様もシャーよね、はい、これ、雨水、非天然水、ここに非天然水が入ってます。3日分ですね、3日分の非天然水が入ってます、はい、で、ここに、じゃあ一回、いや、実演しようか。そうですね。で、これどうやって動くのって言うと、これシガーライター、ちょっと待っていい？はい、シガーで動くだよ。これ便利、便利、うん、今までイベントだってやっとった、ピクピカで一生懸命やってね、まあ、あれは珍しいだわね、あれペットボトル水汲んできてね、地道に、そうすると、はい、今電気来てるわけよ。来ましたね、うん、で、これがスイッチだったの、はい、オンオフです。あ、動くね、静かなんで、意外と、うん、じゃあケンちゃんちょっとセットしてもらっていい？はい、じゃあちょっとこれを、はい、セットでもらって、この中にちょっとドボンして、奥まで、で、ポンプは濡れないようにね、これ、うん、下をどうか、下をどうか、下を出ていい、下でいいよ、うん、で、はい、ちょっといい、はいはい、これで、今スイッチがオフなわけよ、これ。はあ。これオンしてもらっていい？じゃあオンにします。オン。で、今ポンプまたね。うん。あ、これ住宅街とかでも全然うるさくない。そう。で、今これ水が回ったんだけど、車でちょっとエアカンでるからガーって回るまでね。で、今普通に出る状態、これ。そう。こういう感じ。やば。で、押してないとポンプ回らないから。止まってます。そう、止まってる。
優秀。止まってる。で押すと。あごめん、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 あごめん。ケンジごめん。あ水圧やばくて。水圧やばくて。ごめん。水圧が違う違う違う。これこれさ水圧がやばいだこれこれ。聞いてない。これ水圧。あ、神様、クリーニングで、クリーニングで。聞いてないよ、マジで。クリーニングが請求。ちょ、これ、ほら、ほら、ほら。こんな感じで、あ、どうすんの、大丈夫。ちょ、メガネ、どうやってるよ、拭かなくていい。ちょ、あ、強いね。強いですね。やめろって、やめろということで、これを、実際使って、洗っていこうと思います。はい。はい。でもこれさ、20リッター入ってんの今これ、うん、車石で洗えそうだよ、下手したら。全然洗えるよ、ね、下手したら、うん、だってこんだけだもん、圧でかかってちゃんと下もこれじゃないですか。そうそう、ノズルがね、これ変えれるんだよ、こうやって緩めると、ほら細くなったりして、で、絞ると、うん、うわわわわ霧状ですね、霧状。あー、冷たい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 ミストがね、結構冷たい。そうそう、これほらほらほらミスト、霧、これこれなる、うん、はい、ということで、はい、じゃあこれを使って実際に冷たい冷たいって冷たいマイクあるってマイク、うわ寒い、あー寒い。じゃあこれを使って、はい、実際に、はい、洗ってみましょうということで、はい、うん、ってことでじゃあケンちゃんカメラマンよろしくお願いします。わかりました。はい、じゃあ洗っていきましょう。はい、いやホイール汚いね。汚ねえなこれ。汚いねこれ。でこれ調整して、そうちょっとあれだね、これでまあ洗えるよねこれで、ほらそうですね、ゴシゴシしてゴシ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 。はい、これでね。言うほど汚れてなかった。まあこんな俺のじゃないからね、適当にね。そうそう、まあこんな感じで、まあ見本だからね。でこんな感じで、なんかこれさ、いろいろ使えるよねこれ。ほらこのぐらいがいいね。そう、ちょうどいいね。ほら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 、マイケル、洗車場がないだよ、これやると綺麗になるだよ。一人二役やるなよ、俺も入れろよ。これさ、はいはい、意外とこうやって車洗えちゃうっていうね、こうやって。しかもさ、ほら水全然使ってなくないこれ実際。そう、意外とこれ水減ってかないの。これ使ってもこうね、拡散してるからさ、全然使ってないんだよ、まあ、一応洗車前にほらこうやってさ、うん、砂落とすやん。そうだね。で、あのスポンジで、あの洗ってる時は水使わないやん。使わない。そう、だから洗ってからまたこうやって流すだけ。そう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 、こうやってどう。変な話、だってこれで足りるよ、この20リットル K だったらこれ、うん、1本で足りるんじゃないかな。むしろ余ると思うよ。600円ぐらいで買えるしね、これ、うん、まあ、こんな感じでできるわけよ。そうそう、でちょっとこれこうやってやってね、うん、ちょっと強めでね、うんうん、音聞いて分かるでしょ、分かる分かる。ほら、こんな感じで洗える。はい、はい、ということでこれまあ今回車だったんだけど、うん、車以外にもレジャー、まあこの時期ほら夏になってくるとキャンプだったり釣りやったりとかサーフィンやったりとか海、海水浴行ったりとか、まあ、海水浴とかね、潮干狩りとかね、いろいろあるじゃん、うん、体洗う時にもさ、実際体洗うのにさ、このこれは痛いからさ、そうシャワーでね、これでそう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 、ちょっと洗ってみる。じゃあいいよ、来とる来とる。まあ全然体も洗えるし物も洗えるし、うん、レジャーに重宝する。出かけるときはちょうどいい、うん、これ1個家庭にあると、うん、あの車関係なく重宝すると思う。そうと思った。俺これなんか良かったなと思った、正直。どう、いいと思う。俺さ、いいと思う。釣りとかさ、釣りやる、海水浴とか潮干狩りとか行くじゃんね、結構困るんだよ。タンク別この半分ぐらい持ってけばね。そ う, そ う, そ う, そう、これなら絶対なくならんし、手洗ったりもできるし。楽じゃん。そう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 、すごい。まあなんかいろいろ何かと使えると思 う, そ う, そ う, そう。まあ使う人次第だな、多分今持ってて、あ、キャンプとかいいよね絶対。そう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 。で、あ、俺あれあるから疲れじゃんみたいな、ね、発想いいんじゃない？いいと思いますよ。思います。これ、これ良かったなぁ。ケンちゃん届かんかったね。そう、こんな感じでね、今日、てか本当にこんだけ遊んだけど、全然減ってないよ、水。あ、全然減ってない。全然減ってない。そうなんだって。言うて1リットル減ったか減ってないぐらいで。多分こう拡散してる感じだから、そうそうそう、あの節水シャワー、節水シャワー、あー、そんな感じだ。あんな容量なんで、うん、水本当に減らない。減らない。まあ、使えばわかる。うん、まあちょっとこれからの季節なんか何かと使うことが出てくるんじゃないかなと思うの で, です、ね、皆さんよかったらぜひ購入してください。おすすめ。詳しくは概要欄と、ムズソーからも買えるのでよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ今日はこんな感じでドライブショッピングでした。さよなら。さよなら。マイケル、車が汚れてるよ。まあ大変、こんな時にどうするの。そういう時はね、これだよ、電動スプレーガン。わお。こういうなんかあのね、あるよね、うん、まあアメリカ系のやつ、ね、アメリカ系のこれ、こういうのアメリカの番組にありそうだ。ありそうだよマジで。そう、でもこれ実用的、いいと思う。あとマンションの人ね、洗えるし。あ、そうです。はい、うん、私あのいつもジムに汚すとさ、洗えないでよ。ですよね、マンションは困る。ジムに壊して家まで持ってて次に洗えないんだよ。
これで洗えばね、触れるし。でもこれマジでマジの人ほんとにこれ今思った。これそう、ジムにいる時いつも困る。ホースないもんね。尺長なるって尺長なるって。はい、ということで、じゃあ皆さんぜひよかったら買ってください。はい、では皆さんさようなら。さようなら。I killed down, no one to free for champions. I can't believe you tried. Wait a minute.